いいねいいね、髪伸びてきたよ。いいね、髪伸びてきてんじゃないの。こしょこしょこしょりんこ。やべえな、これやばいぞ。私は普通の人ですからね。あ、まあいいや、どうでもいい。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は性別トークについてお話ししていくんですが、今までやってきたのが手術の話とか、あとは体験談、この二つがだいぶ割合を占めているんですけども、意外とよくよく考えてみたら女性ホルモンについて話してこなかったなと思って、でもどっちかっていうとあえて話さなかったっていうのが正しい答えなんですよ。だってホルモンって人それぞれ体質によって効き目変わってくるじゃないですか。私が偉そうにこうなりますって言っても、あ、私はそんなことなんないよみたいな風に言われたらもうそこでおしまいなんで、避けてたわけです。最近元男の子さんと話す機会があって、のいのいちゃんはホルモンやった時どうなったみたいなことを話したら、私はこうなりましたよって言ってて、あれ意外と共通点があるじゃんって、そしたらもうこれ動画のネタにしようかなっていうことで今動画を作ってるわけです。ホルモンっていうのは体を女性らしく変えてくれる薬です。一見魔法の薬だと勘違いされがちですが、舐めてると痛い目合いますよ。本当にこんな風にスベスベの肌になったりとか、胸がね膨らんだり、まあいろいろありますよ。でもね、意外ともうそういうメリットを通り越してデメリットの方がでかいんじゃないのかなって私は思ってます。じゃあ何のデメリットかっていうと、精神的に不安定になるっていうことです。それはずっとではなくて、私の場合は女性ホルモン始めてから半年間ぐらいですかね、その時がすっごい辛かったです。まず私が女性ホルモン始めたのが2010年の7月十何日ぐらいで、すごい覚えてるんですよ。野球を引退した2日後ぐらいに始めたんですよね。当時現役時代に俺は女になるんだよとか言って、引退試合の直前ぐらいに女性ホルモン剤を注文してたんですよ。まあそんなこんなで女性ホルモン始めて、まず最初に起きた変化がメリットから起きました。胸の下ら辺になんかしこりみたいのができるんですよね。しこりの周りにこう脂肪がどんどん包み込むような感じで胸が形成されていくっていうわけなんですけども、その後ぐらいにデメリットが発生しましたね。でさっき言った精神的に不安定になるっていうのはどういう部分かというと、まず涙もろくなる。何にも別に辛いこととかもないのにもかかわらず、いきなり涙が出たりするんですよ。怖いでしょ。だって仲良くしてる友達がいきなり泣き出すんですよ。やべえなこいつってなるじゃないですか。もうそんな感じです。あとはこれもデメリットかもしれない、競争心がなくなる。男性特有のあんたやつに負けねえよっていう感情がだいぶ収まります。よく言ったら丸くなるっていう感じです。なんだっけ、なんかメモしてるんですよね。あ、そう、落ち込みやすくなる。それもでかかったな。まああんまりここで話するべきではないと思うんですけども、女性ホルモンを始めたての時って自殺率がめちゃめちゃ上がるんですよ。で、私も過去に辛いことがあって、あ、私じゃないですよ、周りの元男の子さんで自殺した人が何人かいたんですよ。いわゆるそのホルモンのメンタルの不安定さに苦しめられてそういうことが起きたって言われてて、ホルモンを始めたての時は本当一番気をつけなきゃいけないなって。だから私がよく言う、お医者さんの診断の下でホルモンの量をしっかりと調整してやった方がいいですよっていうのはそういうことなんですよね。やっぱ結構ホルモンを自己判断でやっちゃう人が多いから、だから失敗するって私は思ってます。お医者さんに行った方がいいからね。でもその気持ちすごいわかるんですよ。だってお医者さんのところに行って性同一性障害に診断書をもらってからじゃないと、通常だったら女性ホルモン始められないんですよ。でもその性同一性障害の診断書っていうのは1年間ぐらい発行にかかるんですよね。だから今すぐ女になりたいって言っても移行のこういう準備ができないんですよ。辛いでしょ。だからまあそういう部分も制度を見直しっていうのは今後も必要なんじゃないかなって思ってて、だからまあそうだな、わね。なんとなくこの精神が不安定になる現象っていうのはすごい理にかなってるなと思ってて、だって男性と女性って少なからず思考回路が違うじゃないですか。男性の女性のってよく診断であるように、女性ホルモンを始めた男性は少しずつ女性脳に自分のこの脳みそが移行していく、お引っ越ししていくっていうことを考えると、その引っ越し段階の途中経過は不安定になるっていうのは、ああもうごもっともだなって思いますよ。ただそのことをね、お医者さんは言わないんですよね。すごい
いいな、本当に。簡単にちょっと説明しましょうか。じゃあここ、女性の、男性の、ここゴールですよ。で、ここ中心線ですね。間のグラデーションゾーンみたいな感じで。で、女性ホルモンを始めると、男性脳からこうテク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 ってこうやって、みたいな感じでいきます。やっぱ私は当時、まだ体手術してないから、おきんたまもついてる状態で女性ホルモン飲んでるわけです。で、おきんたまっていうの何回も言ってますが、男性ホルモンが分泌される部分なんで、女性ホルモン取り込んでも男性ホルモンがこう対抗仕事するわけですよね。もう下半身からもうみなぎってくるから。ほんで、って女性ホルモン飲んでこうやってお引越ししようとしようものならお引越しを邪魔しようと男性ホルモンが、ってくるわけですよ。なんで私はこうなるわけですよね。なら行ったり来たりするんですよ。男性脳と女性脳。そりゃ不安定になるよっていう、まあそういうことです。だってやばかったもんな、私。当時坊主頭だったけども、やたらと過剰に女らしい仕草をしだしたりとか、今思うとやばかったな、本当に。特に顕著に現れてたのが、2017年の動画。そう、今でも皆さん見れると思うんですけど、遡ってよかったら見てくださいね。2017年の時の私のオープニング、知ってます？すごい、プリッコして、チャンネル登録してくれると嬉しいな。本日は、この、印鑑をご紹介します。やばいでしょ。もうこんな感じのキャラが1年間ぐらい続いてたんですよ。キャラっていうか、もうそうしなきゃいけないんだろうなっていう脳みそになってたんですよ。で今で言うと、女性脳ってあるじゃないですか。そこも振り切って、あんまりそこを気にしないぐらいの余裕が出たから、今、こういう変顔したりとか、もうそういうのも当時はできなかったですよ。2017年の時は。ガッチガチに女らしさを固めて、なんだろうな、アラを出さないように常に動画を撮っていたような気がします。ほんと窮屈だったんですよ、あの時は。まあよかったら見返してみてください。こんな感じで今回は動画を締めます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネル青木かのんの秘密箱は画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録してねー。また次の動画でお会いしましょう。やべ。皆さんにお知らせです。ラジオに出演します。イエーイ。そのラジオなんですけども、以前も出演させていただいた渋谷のラジオさんにもう一回お邪魔することになったんですよ。やったね。で、3月の10日の日曜日の3時から3時55分だから55分間の生放送に私は出演するわけです。で、番組名が渋谷のサンデー、人二の愉快な仲間たちっていうところで、で、今回、何をするかっていうと、歌を出すじゃないですか。で、それを、宣伝しに行くっていうか、ね、まあ、宣伝なんですけども。ただ、ちょっと今回ね、特典ございまして、ラジオ終わった後に10分ぐらいかな、ラジオ局の前で視聴者さんと少し、ご挨拶程度ではございますが、交流をしようかなと思っておりますので、ぜひラジオ局に遊びに来て、ガラス張りのところから視聴者さんが私を、こう、見つめ続けるっていうね、罰ゲーム皆さんしてください。いや、罰ゲームじゃない。いや、自虐はいいや、もう。公開収録なんで、よかったら。見に来てください。で、出演者が私以外に、あっくん、ギターのあっくん、あとパヤン、ピアノのパヤンね、あと、ベースシストのシュウくん。で、今回ドラマーのヨノッチはお休みなんですよね。なら、4人。で、かっこいいんだよ、これ。出演者って書いてある。青木かのん with、リフレクション。かっこいいっしょ？かっこいいのがさ、出演者、青木かのん with、リフレクションって書いてあるけど。これね、いいですね。かっこいい。これ私がつけたんだっけ？忘れちったけど。なんだっけ？まあ、こんな感じで。皆さんと、ワイワイ、交流ができればいいなと思ってるんで、ぜひ、ラジオ局に遊びに来てください。詳細は画面の下に貼ってありますんで、そちらから、ぜひ。ということで、今回の動画もあります。バイバーイ。